リンクにはアメリカリチャード・ドーン・ブッシュです。グランプリシリーズには2011年から参戦をしていますが、4位が1回、5位3回、6位2回、表彰台にはあと一歩届いていません。四大陸選手権が2年連続5位、23歳ドーン・ブッシュ。4回転のサルコーが冒頭です。ちょっと乱れたんですけどね、はい、綺麗な4回転でした。わずかに片手はつきましたが、トリプルアクセルです。高さがありました。フライングキャメルスピンです。バタフライと同じ足から入っていくフライングキャメルですね。ここから注目です。音をすごくよく拾っていきます。名作のステップでしょうね、はい、トリプルルッツ、ダブルトーンになりましたね。3回転を狙ったんですが、2つ目は2回転でした。足換えのシットスピン、今ジャンプをしましたので一つレベルを上げることができると思います。もう一つあります。足換えのコンビネーションスピンですね。アメリカリチャード・ドーン・ブッシュ、非常に音楽によく乗った見事なステップがありました。ショートプログラムでサルコの4回転を使って、フリーではトーループの4回転を使うんですね、はい、これも若干珍しい感じじゃないかなと思います。ゆくゆくはサルコトーループ両方とも4回転を入れたいという思いから、はい、今試しているのかもしれないですね。この羽生で言いますと、ショートでは4回転のトーループを入れて、はい、フリーは冒頭が4回転のサルコーで、さらにトーループを今シーズンは2つやろうというね。2つ目がとにかく後半ですから、はいはい、まさに4回転時代とはもう近年言われていますが、本当に4回転というのはもうショートプログラムではもうすでに常識というような感じになってきましたね。飛ばないとやっぱり点数が伸びてこない、はいというところですよね、アメリカのドーン・ブッシュが滑り終わって今得点を待っているところ、この後ロシアのマキシム・コフトゥンは4回転ジャンプをこのショートプログラムから2回入れてきます。羽生結弦の特徴はショートでの4回転、基礎点が 1.1 倍になる後半に入れているというところです。さあ改めてドーン・ブッシュの最初のジャンプです。サルコの4回転ですね。良かったんですけどね、はい、上がりすぎたかもしれないです。いつもの感じよりも、はい、ちょっと高く上がりすぎてもダメなわけですね、はいはい、ですから降りてくるタイミングが合わなかったんですね。トリプルアクセルです。
まあ、全米選手権では4シーズン前に最高位2位というところまでマークしています。昨シーズンが全米選手権5位でした。さあドーンブッシュの得点が出ます。リチャード・ドーンブッシュの得点が 77.23、 4回転がわずかな回転不足という判定になりました。 77.23、 ドーンブッシュが円環に続いて2位につけたというところです。円環そしてドーンブッシュ、